田部井淳子は、日本の登山家、女性として、世界で、初めて世界最高峰エベレスト及び七、大陸最高峰への登頂に成功したことで知られる。福島県田村郡三春町出身、既婚、数数目あり、旧姓は石橋、1939年9月22日、福島県田村郡三春町に生まれる、三春小学校卒業、小学4年の時に、 ナスの茶臼だけに登ったことが、登山家への意識の芽生えになったと言われている。1962年、昭和女子大学英米文学科卒業、日本物理学会で、学会誌の編集に従事しながら、社会人の山岳会に入会し、登山活動に力を注ぐ。以後数年間、谷川武氏や穂高岳でのクライミングに熱中した。1965年、佐藤ルミエと共に、 女性ペアによる初めての谷川竹一の倉沢積雪期投販に成功した。登山、アウトドアの活動が趣味の田部井正信と山で出会い交際。1967年に結婚した。1969年、女子だけで海外遠征を合言葉に女子登販クラブを設立した。翌年にアンナプルナスリー法に遠征して登頂に成功した。1975年、 エベレスト日本女子と残胆。その後、日本女性で登頂したのは、ナンバヤスコで、タベイが登頂成功した21年後である。ネパール王国から、最高勲章グルカダクシンバフ賞、文部賞スポーツ功労賞、日本スポーツ賞、旭体育賞。1988年、福島県民栄誉賞第1号、埼玉県民栄誉賞、川越市民栄誉賞、三春町名誉町民。 ボンスポーツ賞を受賞した。1992年、1988年のマッキンリー、1991年のビンソン・マシフに、ついでエルブルス・さんに登場し、女性で世界初の7大陸最高峰登場者となった。同年文部省スポーツ功労賞を、1995年に内閣総理大臣賞を受賞した。1999年、 旧ソ連7000メートルボンゴザの登頂により、スノーレオパードの称号を得た。2000年3月、九州大学大学院比較社会文化、研究科修士課程を修了した。研究テーマは、エベレストのゴミ問題だった。年7から8回海外登山に出かける傍ら、山岳環境保護団体、ハット JA の代表を務めた。2016年7月23日、 ハット J が主催する福島県の小学生を対象としたネイチャーカレッジにて福島県有国産登山に参加。これが生涯最後の頂きとなった。2016年7月27日、東日本大震災被災者への支援活動として、東北地方の高校生らと共に富士登山に参加し、これが生涯最後の登山となった。7合目で断念したため登頂には至らなかった。 2016年10月20日、腹膜岩で成去。2018年、第一回ネパール社会貢献者表彰を贈られる。2019年、多米日岩で国際天文学連合は、名王星の山に、多米モンテスト命名。エベレスト登山の費用は、当時、総額4300万円。準備期間は、実質4年。荷物を軽くするために乾燥食品を持参した。 高所訓練中、隊長の久野英子が一時帰国、副隊長だったために重圧がかかった。テントを飲み込んだ雪崩にあったにもかかわらず生還、下山をせずアタックすることを主張し、計画は続行された。企業からの献金を使わないという方針転換で行われたので予算が減少。当初2回アタックの予定が1回に変更になった。ヒラリーステップを見たときに髪の毛が逆だったと表現した。 アンナプルナスリーボン・マッキンリー山登頂登山歴1年の内王の勝安アナウンサーと共に夏の北アルプスを3週間かけて重走する模様を描いた気候番組ありがとうございます。